はい、ということで今回16沼公園の16沼というところに、来ました。こんな感じで、もうめっちゃ雪っすけどすごいっすね。行ってみますか。行きますか。絶好の釣り日より雪崩が雪崩がやばいね、これ本当に。いや、雪がきしむ音がいいっすね。これもうね、バスじゃないよ。ワカサギ釣り来てる。ワカサギ釣り来たみたいだね。いや、これマジでこんな日釣りする人多分いないよね、本当に。 いや、ここはね、子供とかがね、よく遊ぶ、ね、遊び場になってるんですよね。よく来るね。よく来るね。よく来る。ぴょんぴょんドームっていうね、この子供たちね、たくさんここが夏場とかね、すごい遊んでるね。やっぱ今日いないね。今日誰もいないね。今日いるのはね、多分ね、うん、俺らだけだね。だんだん雪深くなってきた。10センチ集まってるね、これね。やめるかも。やめるか、これたどり着けるかどうかだね、まずね。おお、来ました。来ました。バス釣りのメッカ。バス釣りのメッカ。おお、氷張ってる。ちょっとちょっと凍ってるね。あ、カモ、白鳥いるじゃん。ちょ、白鳥、うちの息子喜ぶからさ、取っといて。白鳥、ね、いいね、いいね、いいね。これ貸し切りだね。貸し切り。今日誰もいないもん。今んとこ誰もいない。あ、だってね、凍ってるもん、あっちの表面ね。あ、でも風がないって言ったけど、目の前めっちゃ風吹いてるんだけど、さっち。あ、ここでじゃあ見えますわ。見えます。見えますはね、今んところいないね。跳ねてはいないな。なんか餌よこせって寄ってきたよ。ごめんよ。パン持ってきてないんだ。パン忘れたわ。ここいいかも。じゃあここで、ここでやっちゃおう。やっちゃおう。ちょっと。よし、じゃあここ釣り場でやっていきましょう。オッケー。よし、じゃあ、ちょっと値札まず取んないといけない。何使っていきます、タックルは。まずね、はい、これミミズでいくよ。ミミズ。やばい、ここで釣ったらマジですごいよ。いや、すごいでしょ。神でしょ。はい。細くね、これ。糸ぶち切れじゃないこれ。でも強い糸なんでしょ。本当にこれ石川。石川騙されたなこれ。確か細いね。細くねこれ。なんかもうちょっと俺太い方よかったな石川。オッケー、全部取った。オッケーオッケー。あ、まだまだ巻かないで。おお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 お。V の字みたくつけるんですね、たぶん。くるくる、そこで、あ、うおー、寒い。直し、俺できないこんな不器用ですから。でも直し、プロじゃん。これ、簡単っす、簡単っす。いやー、使いますか。ジャッカルね。ジャッカル。ジャッカル。いやー、もうね、ほぼミミズよ。ほぼミミズ。ほぼミミズ。これ、ここの、真ん中ね。ここに刺す部分だけ。真ん中に、そうっすね、多分真ん中にまっすぐでいいんじゃないですか。まっすぐ刺して V 字に通る。これこれだけ。いいんじゃない、うん、え、これだけって言ってたよね。え、抜けない。記念すべき、記念すべき。いいね。これさ、はい、ここを確かこう持って、そう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 、倒して後ろ気をつけて確認して左右。はい、指差し確認。誰もいない、誰もいない。いくよ、お願いします。うわ、おー、いったいったいった。いったんじゃない。これで喜んでるからね。ちょんちょん、じゃん、誘って誘ってるよ今。あ、あれあれ、なんか来そう。え、これ、ほら見ろ、ほら、これ来るね。あ、ほんとだ、ふにゃふにゃしてる。これ来るよ、これ。え、あ、確かにそうなるのね、 V 字で。ぴょんぴょん。あ、いいね、いいね、確かに。ぴょん、なるほどね。分かってきた。楽しい。じゃあここから、ここ置いておきますね。もうミミズよこれ。これ、ほら。ほら。もうミミズだこれ。うん、ミミズだ。確かにすごいね。すごいね、これ。ぷにゃんぷにゃんって。やべ、パンが仕掛けます。形からね、まずは形から入りますから。あれね。まあ、いろんなとこ投げていくしかないよね。そうだね。あそこ、あ、でも意外と
天気的にはいいっすね。晴れてきたね。うん。多分下にいるから、うん、ちょっと沈ませないと。やばい、やばい、やばい、あそこやばいな、すげえ吹き飛ばされてるし。あの木があるところのポイントいいですけど、すぐ木に枝に引っかかりそうで、なんか上手い人はあのこのシュッっていいとこ狙いますけど、俺は多分余裕で引っかかると思う。じゃあ逃げる位置次、俺のモフモフのやつちょっとやってみた。あ、出る？はい。あれ出る？どんな感じなんだ。ね、あれ見たいわ、俺も。次、この今買ってきたこれ使ってみます。モフモフ。モフモフ。通称ね。あ、なんかなんかいいよ、いいね、いいね。で、このカラーリングも心配だな。これさ、うん、バスでもさ、ルアーってわかるよね。ふざけたこんな色した いないっすよね。いないいないいない。こんなやついないわけ、生物に。おお、ああ、直し。怖い、やばいやばい、締める。いや、取れたか取れたか。やだよ。あ、移動しますか。移動しよう、ちょっと。ここはちょっと、ここいない、ここいないと見た。ここいないわ。ああ、すごい、マジで雪が。こんな釣り動画俺見たことないっすよ。次のポイント。いや、でもいそうだよ、ここ。あの、このさ、あの穴。若先ぜひ。あそこの穴めがけて入れてくださいよ、あそこの穴に。穴にね、穴に入れたいんだよ、あそこの、ね、オールインワン。おっ、惜しい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 。遊びが変わってる。あれあれ潜んでんだけど。氷の上を。これも新しいな。もしかして下からバスって、ガブってくっかもよ、これ。氷突き破って。やっぱり、あ、あ、ここ、ここじゃない、ここ、ここ。あ、いいですね、入った、入った。そっからちょんちょんって。ここちょんちょんだろ、ワカサギ釣りみたいです。そうっすね。あ、動いてる、動いてる。まあ、ルイさん、あそこの枝に糸が絡まってるよ。ね、みんなやっぱここ狙ってんだよ。あ、すごい、やばい。あ、そういう。手がもう限界を迎えてる。手がもう痛い。おお、全然太陽出てないけどサングラスしてるからね。形から入ってる、本当に。ちょっとこの一投でね。はい。釣れなかったら帰ろう。お願いします。最後のね、闘魂の一投ね。お願いします。いいよいいよいいよ。誘って誘って。サングラスしてると糸がどこにあったかさっぱりわからない。さっぱりわからない。注意してください。どこに俺のルアーがあるんだ。可能性が、いや可能性がないですね。でもこれ限界だわ。はい、ということで今回初めて釣り道具を買って、こちら16沼でバス釣りやってきました。なんと0匹。残念残念。しょうがない。しょうがない。当然だからね、うん、こんなね、こんな日釣りやってる人いないっすね。誰もいないから。白鳥とカモしかいないんで。ほんとに。あ、釣れる気配全くないんで。うん、バスも寝てるね。寝てるね。うん。天気いい日行きましょう。うん、天気いい日ね。うん、てか寒すぎて。見て。おかしいから、天候が。そうね、釣り日和じゃないね、うん、これ。もう手もね、もう、真っ赤っかよ。真っ赤っか。ほんとに震えてきた。ということで今回の釣り動画、よかった人はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録応援よろしくお願いします。ということでまたね、バイバーイ。バイバーイ。